令和3年度福岡県高等学校ラグビーフットボール大会準々決勝のライブ配信をご覧の皆様、こんにちは。このライブ配信では、まもなく開始される福岡工業高校対周遊館高校、12時25分開始予定の筑紫高校対、小倉高校の試合をお届けします。私、この配信の解説を担当する福岡県高体連ラグビーフットボール専門部の吉原と申します。同じく福岡県高体連ラグビーフットボール専門部の西野と申します。本大会は昨今のコロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み、決勝戦まで無観客での実施となりましたが、大会の観戦を心待ちにしていた皆様には、ぜひこのライブ配信を通して選手を応援してもらえればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。4月25日から始まった本大会では、本日で準々決勝となりましたが、準々決勝にはこの配信で試合をする福岡工業高校、周遊館高校、筑紫高校、小倉高校のほか、東福岡高校、福岡高校、西南学院高校、東海大福岡高校の8校が残っています。今ゲームが始まりました。いいキックでしたね。今蹴ったのはスタンドオフの島田くんですかね。福岡工業ボールのラインアウトになります。スローワーはフッカーの平山くんです。いいバックスの展開でしたけれども、周遊館のディフェンスが良かったですね。工業の周遊館になりました。ノックオンとはどういうことですか。ボールを前に落とすことですね。ファーストスクラムですね。先ほどのノックオンは、福岡工業でしたので、周遊館ボールのスクラムになります。周遊館高校チャンスですね。いい位置でのスクラムですね。周遊館しっかり耐えてます。ホールアウト。スタンドオフの島田君、いい動きですね。ナイスオーバー。ちょっと時間かかってます。大内田君強いですね。またバック旋回です。でフォワードの選手がクラッシュしましたね。テンポが良くなってきました。そうですね、ナイスパスです。そうですね、福岡工業高校の方が反則をしてたみたいですね。オフサイドですね。2番のオフサイドとは何ですか、石野さん。前にディフェンスラインが前に出過ぎていたということでしょうね。そうですね、周遊館の展開が早いので福岡工業も慌てたんじゃないでしょうか。そうですね、ちょっと戻りきれなかったみたいですね、展開が早くて。のラインアウトですね。いい位置ですね。ゴール前。そうですね。5メーターラインのところから、ゴール前5メーターラインのところからのラインアウトです。中間モールも強いので、するんでしょうか。中間クリーンキャッチです。ですね。モールを組んでます。ボヨもすごくいいディフェンスですね。そうですね。いいディフェンスしてますね。アクシデンタルオフサイドですかね。
葉工業ボールのスクラムですね。そうですね。アクシデンタルオフサイドは西野さん何ですか？ボールを持っている選手が前にいる味方に、まあ、故意じゃなく当たってしまったということですね。そうですね。普通のペナルティでは、はい、スクラムでの再開になります。そうですね。福岡工業ボールでのスクラムです。先ほどはいいスクラム組んでましたけれども、今回ちょっと周遊感がプッシュしましたね。今そうですね、今周遊感のディフェンスにボールが当たりました。いいディフェンスです。今レフリーがアドバンテージを見てます。ノックオンのアドバンテージですね。工業にノックオンですね。はい。中間が優位にボールを進めているので、まだ笛が吹かれません。今吹かれましたね。今のは故意にボールをはたいたという反則ですね。ペナルティ、中間ボールのペナルティです。今のレフリーが、ね、そうですね、またラインアウトからのボールを狙うんじゃないでしょうか。そうですね。今のはディフェンスに行ってた福岡工業が故意にボールをはたいたという反則です。そうですね。そうですね、ここをもう一回モールでいきますか。そうですね、まずラインアウトをしっかりキャッチすることからですね。ああ崩しましたね。うまく崩しました。バックスですね。フォワードじゃなかったですね。お、いい展開です。福岡工業いいディフェンスしてますね。そうですね、福岡工業いいですね、ディフェンスが。中間もだいぶプレッシャーかかってます。ペナルティですね。アドバンテージ。そうですね。アドバンテージが出てます。オフサイドですかね。福岡工業高校オフサイド。ここでレフリーが笛を吹きました。先ほどのオフサイドがここで。ね、オフサイドを取ったということですね。しかし福岡工業もいいディフェンスしてますね。いいですね。はい、すごいチームに出てますね。はい、周遊感があれだけ何度も何度もですねフェーズを繰り返して攻めてるんですけど、なかなかディフェンスが破れないですね。そうですね。一人がしっかり止めてますね、タックル。はい、福岡工業のディフェンスの、一人一人の強さと、あとは横との連携ですね、コミュニケーションが良さそうですね。周遊間ペナルティですが、スクラムを選択しましたね。そうですね。ペナルティキックの場合はこうやってペナルティからのタッチキックであったり、こういうふうにスクラムを選択することもできるんですね。そうですね。そうですね、スクラムいいですね、今の。福岡工業もいいヒットでした、ね、そうですね、お互い譲りませんね、スクラム。左サイド、ナンバー8のドミクラクというで、トライをしたのが何番ですかね。いつないですね。そうですね、ちょっと見えなかったんですが、左サイドにナンバー8が攻めた後に
その後そうでサポートに入ったプレイヤーがトライということですね。ちょっと後で何番がトライしたのかちょっと確認しましょうかね。1番のスクラムは動きやすい状況でしたね。左手ゴールキック成功です。そうですね、ゴールキッカーは2点追加ですね。スタンドオフの島田くんがゴールキックを成功させます。5番の原田君ですね。ブラインドサイドに そうですね、もともとボールが22メーターラインの中に入ってましたので直接タッチキックに出しても問題はありません。そうですね、あれが22メーターの外側からタッチキックをダイレクトに出すとそこの地点まで戻ってのラインアウトですが、今回22メーターの中に入った状態だったのでラインをまたいだところからのラインアウトということですね。そうですね、ナイスキャッチです。センターはクラッシュしました。そうですね、福岡工業ノックオンし、ボールを前に落としましたね。ノックオン。そうですね、お互いがノックオンしたので、周遊間ボールのスクラムです。中盤からどっちでも攻めれるので、周遊間がどういうアタックするかですね。そうですね。ああ、福岡工業も押してますね。でも週間押されません。大内田君のクラッシュ当てに強いですね。彼はさっきもいいオーバーですね。そうですね、ナイスタッチキックです。10番の島田君いい判断でしたね。そうですね、また同じような先ほどと同じような展開になってますが、まあ、今回は福岡工業高校ボールのラインアウトになります。そうですね、この位置でのラインアウトは結構プレッシャーかかりますよね。そうですね、しっかりキャッチしたいですね。福岡、そうですね、ナイスキャッチです。ノータッチですね。そうですね、ノータッチなのでこれ週間チャンスです。もう一回ここから週間が攻め直してという展開ですね。おお、ナイスパスです。今の8番の島田君ですかね、オフロード良かったですね。あ、米倉君です。あ、米倉、すいません、米倉君のオフロードパスで、パスからのトライです。そうですね、大内田君のトライですね。まあ、周遊間の強みとするプレイヤーですね、8番。そうですね、そうですね、ここのプレイヤーがやっぱりポイントになりますよね。米倉君は先ほどのトライでも起点となるトッパーを見せましたね。はい、非常に動きはいいですね。ああいう周遊間はああいうプレーが結構多くなりますかね。そうですね、うん、大内田君が起点になったり米倉君が起点になったりというところですかね。島田君、そうですね、はい、
中間高校も岡工業高校もよくゴールキック成功です。いいアタックしてるなと思いますね。そうですね、島田君のゴールキックが成功で2点追加で14対0になります。1本目のトライ中からのパッチね。そうですね、チャンスですね。そうですね、ここでのスクラムはあんまりなかったですよね。マイボールスクラムはですね、そうですね、福岡工業ではどこが起点になりますかね。そうですね、そういった、キープレイヤーがですね、いるからですね、前川くん、フルバックの前川くんであったり、12番、13番、真由美くん、佐藤くんですかね。バックスの2年生が多くて、若いですね。そうですね。おー、ナイスパスです。そうですね、今13番が1回起点になりましたからね。ああ、中のターンオーバーですね。そうですね、大きく頭を越えていきました。お、ちょっと首にタックルが。そうですね、ちょっと首にかかっちゃいましたね。ハイタックルですね。11番どくんですかね。そうですね、高いタックルになってしまいました、ね、そうですね。福岡工業の6番の選手、よくキックの後変えてましたね。そうですね、よく走ってますね。今こらえて誰やと何番、うん、8がいた。ちょっと今確認してもらえるか。ですね、フォワードがポイントを作って、その後ちょっと時間かかってますね、球出しに。中間もディフェンスが早いですね。中間誰も行ってないですね。そうですね、だから数的優位がなかなか作れないですよね。15人全員でディフェンスができるという状態を作ってますね。はい、あ、よく見てましたね、今スクラムハーフ。後ろの辺りのスペースに。そうですね、クイックスタートはしません。タッチですね。そうですね、また福岡工業ボールのラインアウトです。両方ともラインアウト安定しますね。そうですね、微妙に風が吹いてますけど、周遊間が追い風という感じですかね。そうですね、周遊間サイドから福岡工業高校サイドに風が吹いてます、ね、そうですね。またクリーンキャッチです。非常に周遊間のスクラムハーフのプレッシャーが早いですね。そうですね、あと今のも良かったですね。はい、あ、ターンオーバーですね。手足が速かったですね、周遊間超えましたね、今のディフェンスも。あ、よく見てましたね、島田君。そうですね、お、よく帰りました福岡工業。島田くんがいないときはフルバックの細田くんがスタンドオフに入って球を継続してますね。そうですね、細田くんもすごくいいパスをしていると思いますね、うん、なんかリズムがいいですね。そうですね、
まあ、福岡工業高校も今攻められてますけど、ちょっと持ち味をまた見たいですね。そうですね。あの周遊館高校の1本目のトライは3番の関君のトライだったみたいですね。しっかり走ってますね。そうですね、3番がスクラムからあそこでもう一回ボールをもらってっていうところですよね。そうですね。今度の周遊館のペナルティ、周遊館はゴールキックを狙って3点を取りに行ってますね。そうですね、ゴールキックを選択したいみたいですね。17点差にして2トライ2ゴールで追いつけない、うん、ところに点数を広げるという狙いでしょうね。そうですね、セーフティーリードを保っておいてっていうところですね。成功ですね。ボール成功で17対0です。前半で17対0の展開ですが、ちょっと福岡工業のどうですか、攻めっていうのは。そうですね、周遊館のプレッシャーが良くてターンオーバーされてる。そうですね、はい、今のはワンバウンドしてタッチラインを割ったので、周遊館ボールのラインアウトですね。あ、残り10分。そうですね、周遊館ボールなので、まあ、いかにプレッシャーかけて、はい、岡田工業がボールを繰り返すか。そうですね、前でボールが奪えればですね、ディフェンスからしっかり行ってほしいですね。7番、そうですね、7番の谷口君のクラッシュですね。からキックですね。そうですね、よく伸びますね。うん、いいキックです。タッチですね。そうですね、まあ、今のはフルバックの前川君のタッチキックですかね。そうですね、しっかり福岡工業11番江崎君もいいプレッシャー上がってましたね。ちゃんとですね、基本中の、まあ、基本プレーがしっかりされてると思います、うん、いいスローイングでしたね。今3番の関君ラインアウト安定します。そうですね、両チームとも非常にラインアウト安定してますね。そうですね、今のはノックオンですね。ノックオンアドバンテージを見てます。今福岡工業が優位に進めているので、まだ笛は吹かれません。あ、今吹かれました。そうですね、福岡工業ボールのスクラムで始まります。そうですね、福岡工業がラックでもプレッシャーをかけているので、ああいうふうにハーフが慌ててしまうということですかね。そうですね、ああいうブレイクダウンラックでの攻防はですね、面白いですね。そうですね、こういう時も周遊館の生徒も福岡工業の生徒もしっかり話してお互い意思疎通を図ってやってるっていうのは当たり前のようですけれども、非常にやっぱレベルが高いと思いますね。そうですね、そうですね、こういったブレイクダウンのところですね、周遊館はできる限り、ね、うん、最初にプレッシャーをかけて遅らせてますね、球出しはですね。だから福岡工業がうまくちょっと展開できないというような感じですね。そうですね、周遊館キック警戒して2人後ろに下がっているので、なかなかキックも蹴れないという状況ですね。そうですね、なかなかですね、テンポを上げたいけれどテンポが上がらないような状況ですね。そうですね、周遊館がファイトしてますね、ディフェンスのところ で、 そうですね、なかなか前に出れません。きっちり下にタックルに行って倒せてますね。これがまず一番大事なことですね。そうですね、今福岡工業の選手が前にボールを落としたので、ノックオンで周遊館ボールのスクラムです。そうですね、
あれだけちょっとプレッシャーが早かったらやっぱり慌ててしまいますよね。そうですね。よく前に出てますね。そうですね。なんとか福岡工業1本ですね、前半のうち取り返したところですね。そうですね。スクラムはお互い安定してるみたいですね。うわ、プレッシャーかけますけど周遊感も押されません。島田君のこういう移動してくるプレーが結構多いですね、周遊感。そうですね。ここも細田君がスタンドオフの位置に入って、ね、島田君が持っていた時は細田君がスタンドオフの位置に入ってますね。そうですね。で、米倉君が起点になるような感じですね。そうですね。あ、抜けました。スクラムハーフ抜けて。そうですね。スクラムサイド、糸瀬君がうまく抜けました。ね、トライです。今のもしっかり細田君がサポートにちゃんとやめずについていってましたね。そうですね。大事なことですね。はい。まあ、ああいう一つ一つのサポートプレーというのもですね、徹底されてますね、周遊感は。そうですね。はい。今の福岡工業高校もラックサイドを抜かれるのはですね、しっかり抑えておきたいですね、次はですね。そうですね。現在、周遊感高校リード22対0です。このゴールキックが入れば24対0ということになりますね。そうですね。はい、ゴールキック成功です。24対0、中遊間のリードです。そうですね、福岡工業は前半のうちに1本返したいですね。そうですね、なんとか。この前半の動きというのはやっぱり中遊間がディフェンスでちょっと圧倒しているような感じがありますね。ディフェンスから流れをしっかりアタックを受けますね。そうですね。23対0 24 24対0。こういうところですね、周遊感効果は誰もラックに入ってないんですね。そうですね。だからディフェンスの人数が常に、ね、はい、余ってるような感じですね。だからこういうところでブレイクダウンで一気にかけていくというのが周遊感のスタイルですね。そうですね。島田君が後ろに下がってますので、福岡工業のキックは島田君と島田君が処理をするというシステムでしょうね。そうですね。福岡工業いいプレッシャーです。ここで止めたらチャンスですけど、あ、やっぱり周遊感が、そうですね。アタックですね。大きく減少ですね。スタンドオフ。あ、いいパスでした。トライです。5点追加ですね。そうですね。5点追加です。何番ですかね。今島田君のサポートについて。トライをしたのがちょっとここでは確認できないんですけど、まあ、細田君も頭をボールが越えたんですけれども、その後もしっかり落ち着いて処理をしてましたね。そうですね。できれば福岡工業高校もあそこで止めたいところではあったと思いますが、そうですね、今キックからのカウンターでうまく周遊感はですね、カウンターアタックしましたよね。そうですね。島田君のよりも早かったですね。そうですね。
ピック外れましたね。先ほどのトライは、15番の細田君だったみたいですね。今のゴールキックは外れました。島田君と細田君で繋いでいったわけですね。キック処理をした2人で。そうですね、現在29対0ですかね。そうですね、周遊館のリードです。はい、お、キックオフから何番ですかね、これ7番。7番の谷口くんですね。キャプテンの谷口くんですね。そうですね。あ、福岡部ターンオーバーですね。何いないので、そうですね、タッチですね。ちょっと風下ですので、そうですね、キックは伸びないですね。ちょっと戻りましたね。そうですね、周遊館ボールのラインアウトで再開ですね。周遊館も福岡工業もですね、ラインアウトはすごく安定してますね。そうですね、まあ、普段フッカー2番が投げる場合が多いんですけれども、周遊館高校は3番の関君がスローアウトになります ね、 そうですね、はい、クリーンキャッチです。ナイスキャッチですね。お、あ、ボールに絡んでますね、福岡工業。あ、周遊館取り返しましたね。上がりましたね。7番の谷口くんですね。強いですね、はい、前に出る力すごくありますね、キャプテンの谷口。あ、またラックサイドです。あ、ラックサイドまた行かれましたね。そうですね、ハーフの伊藤瀬くん、いい判断ですね。そのまま行きましたね。そのままトライです。34対0ですね。現在周遊館リードです。そうですね、後半も時間はないと思います。前半ですね。あ、前半ですね、はい。ちょっとそのラックサイドのディフェンスをですね、もうちょっと工業の方しっかりですね。そうですね、したいですね。どうしても展開が早いので外に目が行ってしまってるんじゃないでしょうか。そうですね、前半の最初の方にバックスでバッと展開してたので。そうですね、なおさらですよね、外に目が行ってしまいますね。はい、はい、まあ、そういう戦略的な部分もあるんですかね。そうですね、まあ、スクラムハーフ伊藤瀬君、伊藤瀬君もよくその辺を見てプレーしていると思います。そうですね、非常にいい判断をしてますね。ナイスゴールです。これで36対0ですかね。周遊館リードです。ハーフタイムですね。そうですね、そうですね、前半が終了しました。前半を振り返ってですね、西野さん、何か両チームのコメントをいただきたいんですけれども。そうですね、セットプレー、スクラムラインアウトはほぼ枠かなとですが、まあ、風上の周遊館高校が好きっていうンスで、まあ、これが周遊館高校の持ち味と思いますが、はい、自分のチームの持ち味が焦ったのかなというふうに、特にあまりディフェンスからのターンオーバーというシーンが見られたのかなと思います。そうですね、そうですね、いいプレッシャーをディフェンスから、あのディフェンスがディフェンスでかけていたような感じでしたね。はい、福岡工業高校もですね、はい、アタックの場合すごくいいアタックが見られたのですが、なかなかディフェンスの時にゲインされる場面が多くちょっと見られてしまったのかなというふうに思います。そうですね、先ほども言ったように、いい最後のトライ2本はラックサイドですね、うん、はい、ちょっと抜かれてしまったというところがあったのかなと思いますが。そうですね、そこは、まあ、後半、はい、岡見松井両先生がですね、しっかり修正して、はい、出てくるのじゃないかなというふうに思います。そうですね、福岡工業の後半の戦いにですね、期待したいですね。そうですね、はい、福岡工
工業高校もすごく気持ちの入ったいい選手たくさんいますので、はい、そういったプレーをしっかり見せていただきたいなというふうに思います、はい、ではそれでは後半の開始まで、しばらくお待ちください。
後半始まりました。そうですね、前半は36対0で周遊間リードで終わったんですけれども、ちょっと後半最初の方がですね、映像が映ってなかったと思うんですけれども、まだ試合は動いてません。今福岡工業がボールをキープして、ずっと攻めてはいるんですけれども、ね、なかなかですね、敵陣に行きたいところですね、はい、今キックですね。そうですね、いいキックですね。そうですね、中間ここからカウンターです。そうですね、こういうふうにフルバックの島田くんが下がって、そこからカウンターアタックっていうケースがよく見受けられますね。で次の展開では15番の磯田君、またスクラムハーフ抜けました。そのままトライですね。そうですね、スクラムサイドのラックサイドのディフェンスがですね、そうですね、少し修正できてないですね、福岡は。そうですね、そうですね、9番伊藤瀬くんのトライですね。伊藤瀬くんのトライですね。前見てプレーができてますね。そうですね、伊藤瀬くんいい動きですね、前半から。そうですね、はい、そうですね、やっぱ前半から少しその外のディフェンスにちょっと福岡工業がですね、そうですね、意識しすぎている部分があって、ラックサイドの中のディフェンスがですね、はい、少しちょっとできていないような状況が続いてますね。はい、ゴール成功です。はい、これで43対0、周遊間リードです。福岡工業風上になりますので、キックも織り交ぜながら展開したいですね。パスをしっかり放れる選手は福岡工業たくさんいますので、はい、そういったアタックみたいですね。そうですね、福岡工業もいい選手が多いんですけれども、なかなか自分たちのラグビーさせてもらえないですね。そうですね、自陣からも周遊間高校は攻めてきましたね。はい、ようやくここでキックです。そうですね、周遊間も風下なので、なるべくキックを使いたくないというところで、何回かボールをですね、散らして、でそれでも抜けなければキックという流れですね、今のは。そうですね、でね、福岡工業のいいところでラインアウトをもらいましたね。そうですね、まあ、1本でトライは取れないと思うので、継続をしてですね、面白いアタックが見たいですね。そうですね、周遊間高校のスクラムハーフの伊藤瀬君のディフェンスが早いんですよね、この福岡工業高校ボールのラインアウトを取るんですね。この後のプレー、周遊間がボールを取りました。ターンオーバーですね、落ち着いてディフェンスアタックしたいですね。そうですね、ここからもう1回敵陣に入りたいですね。これは周遊間のチャンスボールです。攻めやすいですね、このシーンは。そうですね、8番の米倉くん強いですね。よく帰ってましたね、はい、細田くん、米倉くんとアタックが続きましたね。で、谷口くんのクラッシュで、また10番の島田くんですね。ここがナイスディフェンスですね。そうですね、いいディフェンスです。倒れ込んだかな、大丈夫ですね。福岡工業ディフェンスからターンオーバーしますね。ファイトしてますね。大迫君がクラッシュに行きました。6番タクラリリースですね。そうですね、タックルを、タックルした選手離さないといけない、そうですね、離さなかったという反則ですね。そうですね、そのままボールに絡みに行ったんじゃないですかね。そうですね、福岡工業高校も後半しっかりファイトしてきてますね。そうですね、いいですね、しっかりもどんどん頭入れて戦ってほしいですね。はい、
ペナルティーをもらいましたので周遊館がタッチキックに出しました。また 22m ラインぐらいから周遊館ボールのラインアウトです。さあ周遊館どういうアタックですか。そうですね、ここからの攻めが、まあ、どういった展開になるかっていうの楽しみですね。あ、モール作りましたね。そうですね、今ラインアウト解消になりました。はい、解消になるとディフェンスラインが前に上がってくるということですね。選手もモールに、そうですね、あ、今、あ、そうですね、うん、またちょっと変わった今攻め方をしましたね。そうですね、結局モールでトライに行かず最終的に糸瀬くんにボールを出してトライと。そうですね、13番の北本くんも今モールに入って押せるかなと思ったんですけどね。そうですね、ちょうど福岡工業高校のラックサイド、モールサイドがいないのを見て、はい、周遊館高校島田くんもですね動いてトライを取りに行こうとしてましたね。そうですね、なんかいろんなバリエーションがありますね、周遊館の方は。そうですね、はい、福岡工業もっとですね、まあ、攻めのところでですね、よし、ちょっとディフェンスで頑張ってるのでちょっとアタックのところで頑張りたいですね。福岡工業高校の、そうですね、華麗な展開ちょっと見てみたいですね。そうですね、まあ、福岡工業高校も縦と横としっかりとした動きができるチームですので、そうですね、ちょっと見てみたいですね。そうですね、非常にいいフォワードとバックスのバランスというふうに聞いてますので。そうですね、はい、まあ、福岡工業高校の伝統ですね。そうですね、松井監督がおっしゃってましたけれども、非常に練習でも一生懸命みんなが頑張ると、そういうチームで今年のチームは素晴らしいチームだっていうふうに監督が褒めてましたね。ボール失敗です。これで48対0周遊館のリードです。このリスタートからまた行きたいですね。そうですね、福岡工業は。ちょっとこのファーストタックラーがですね、ですね、そうですね、今外れてるような感じですね。あ、いいファイトですね。いいファイトですね。超えましたね、福岡工業。ターンをしました。この後ですね、この後、はい、どういうアタックをするのか。早く球出したいですね。ここテンポ上げたいですね。まあ、ゴール前ですので、福岡工業持ち味のフォワードをしっかり使いながら。そうですね、2番の平山くんのフラッシュでしたね。ペナルティですね。あ、横からラックに入ったというオフサイドですね。オブザゲートと言われるオフサイドの反則ですか。ローラーウェイですね。ローラーウェイですかね。ローラーウェイですね。その前のローラーウェイの反則ですね。タックラーがすぐにどかなかったということですね。そうですね、ボールのボール出すのを妨げたということですね。そうですね。あ、福岡工業高校チャンスですね。そうですね、いい位置でのラインアウトです。そうですね、前半でもこういう位置でのラインアウトというのはなかったですね、福岡工業ボールの、ね、ここは非常にチャンスです。チャンスですね、はい、まあ、フォワードとバックスがしっかり今喋ってますね。そうですね、ラインアウトは今3面やってますね。キャッチですね、3人でキャッチしてそのまま3番です、ね、受けていきました。ゴール前ですね。そうですね、あ、ちょっと人孤立してますね。フォワードで行ってますね。そうですね、ここはちょっとフォワードにこだわりますかね。そうですね、中間高校もこのディフェンスはすごくいいからですね。そうですね、ピックアンドゴーという
やり方で行ってますね。そうですね、ここはフォワードにこだわりますね。そうですね、お互いガツガツいってほしいですね。アタックもディフェンスも、はい、もう意地でいってほしいですね、両方とも。中華もいいディフェンスしてますね。そうですね、お互い見せ場ですね、ここは、はい。マックスも今のうちにしっかりどうするのかを喋って、フォワードの頑張りに応えたいですね。ターンオーバーしました。あ、シューが取りましたね。あ、ここの攻防が非常に面白いですね。いい戦いでしたね、はい、お互いがファイトしているっていうことですかね。そうですね、もう一度福岡工業ボールのラインアウトです。チャンスですね、ターンオーバーされましたけど、はい、チャンスですので引き続きしっかりトライ取りってほしいですね。そうですね、ここでもラインアウトは3面3面ですね、ですね、はい、どういうオプションを持っているのかですね。そうですね、あ、ちょっとラインアウトがうまく合いませんでした。福岡工業キープしましたね。そうですね、ボールキープしましたね。周遊館高校のノッコンですね。そうですね、ラインアウトでノッコンがあったんですかね。その前のプレー、その後ですね、その後のプレーですかね。こぼれたボールを取りに行った際のノッコンですね。そうですね、なかなかバウンドが難しい、まあ、しょうがないところもありますね、うん、ノッコンしたくてする生徒は思いませんので。そうですね、まあ、ボールが楕円球になってますんで、ちょっとバウンドが不規則になってしまうということですよね。ここは、だいたい5メーターラインの付近からの福岡工業のボールのスクラムですね。そうですね、スロート一個セコンが左サイドに、あ、中間押してますね。中間非常にいいスクラムです。一番のウリュウ君ですかね、非常に前に出ましたね。工業高校は3番が上がるとナンバー8がサイド攻撃に行きやすくなるんですけどね、はい、アタックの場合は3番が前に出る方が右サイドに行きやすいということですよね。8番9番で行きますね、はい、だから、まあ、周遊館のディフェンスとしては今1番が前に出たいと。そうですね、これスクラムの駆け引きなんですよ ね、 そうですね、逆サイドは6番がいるということですね、はい、キープいいスクラムですね。そうですね、福岡工業いいスクラム組んでました。でここでサイドアタックです。川野君のサイドアタックですね。今レフリーアドバンテージを取りましたね。ハイタックルのアドバンテージですかね。福岡工業高校はタッチが出ないところですね。そうですね、福岡工業はどんな攻め方もここはできますね。アドバンテージ持ってるので。あ、うまくキックしました。はい、ここでペナルティが適用されます。先ほどのハイタックルですかね。そうですね、14番のハイタックル、ね、そうですね、まあ、その故意のハイタックルではない、首にたまたまかかってしまったという感じですね。そうですね、もう今はルール上もう故意じゃなくても故意でももうすぐに反則を取られますので。そうですね、まあ、次気をつけたいですね、はい、新瓶等にもつながりますので。あ、ここで福岡工業周遊館お互い選手の入れ替えですね。そうですね、はい、周遊館9番12番がアウト。
スユーカンがまたターンバックそうですね、さっき12番のシュウカン12番の大内田くんに代わりまして、20番の前田くんですね。で9番の糸瀬くんに代わりまして、22番の広瀬くんが入りました。で福岡工業の方は、3番の中田くんに代わりまして、17番の平野くんが入ってます。週刊コースですね。福島くんですね。あ、そうですね。福島くんが14番の中間高校14番遠山くんですかねに変わりまして、須山くんですか、すいません、須山くんと、あ、福島くん、福島くんですね。福島くんはちょっと膝を怪我してたんですかね。そうですね、これまでですね。万全でないとは聞いてますが、はい、163、福島君は本来のポジションフルバックに入ってるんですかね。ですかね。大内田君の周りに入った広瀬君も非常に体も大きくて楽しみですね。そうですね。インサイドで攻めました。龍冠ですね。高校高校の高校そうですね。そうですね。まだアドバンテージが残っ、アドバンテージが残ってます。あ、今ここでプレーを切りました。ちょっと倒れてるようですね、選手が。福岡工業の何番ですかね、ちょっと番号が確認できませんが、血がつってるみたいですね。あ、そうですね。今ちょっと伸ばしているような状況です。そうですね。新しく入ったプレイヤーがどういったプレーを見せるか楽しみですね。そうですね。福岡工業高校週間ともにですね、また流れを変えるプレーを見てみたいですね。はい、そうですね。まあ、両チームとも、まあ、インパクトプレーヤーというか、まあ、ここで流れをどう変えていくかというのがポイントになってくると思いますので、おそらく両方とも監督さんからですね、しっかり流れを変えてこいということで送り込まれていると思いますので、そういったプレーみたいですね。はい、福岡工業6番ですかね、6番のプレイヤーが今、あー、一旦外出ますね。一回外出てますね。上背はそんなにないですけれど、しっかりさっきもファイトしたりキック処理で戻ったりというすごくいいプレーを、そうですね、鈴木くんですね、すごいいいプレーをしてましたね。はい、代わりのプレイヤー入ってますかね。まあ入ってますね。確認しますね。あ、工業6番の、鈴木くんちょっと変わりますね。21番の中村くんが入ってます。週刊高校は5番の原田くんがナンバー8の位置に入ってましたね。あ、そうですか。はい、ターンオーバーですね。週刊高校ノックオンです。はい。ノックオンからターンオーバーして、工業ここを攻めたいですね。一気に。なんとかワントライ、まずワントライみたいですね。そうですね。しかし週刊もいい出しますね。そうですね。前半と変わらず出足が、ね。そうですね。今7番と6番ですかね。そうですね。まあここは今の8番ですかね、監督の真鍋監督の、まあ、現役時代変わらないぐらいのですね、すごいタックルを週刊の生徒してますし、そうですね、まあ、今年度から
新しく秀岳の校長先生、館長先生になられました岡本圭吾前監督もこういった指導ですね、はい、徹底してされてあったんですね。そうですね、まあ、ディフェンスからっていうのが、まあ、秀岳のラグビーですかね。そうですね、真鍋監督も現役時代は凄まじいタックルをしてましたので。そうですね、それが受け継がれてるんでしょうね、はい、私も現役時代知ってますけれども、当時は私は3年生で真鍋監督は1年生だったので、真鍋監督ウイングで出てましたけど。そうですね、はい、そうですね、こういうここちょっとハイタックルですね。そうですね、中間高校ここちょっと孤立しましたね、福岡工業の方はハイタックルでしたね。そうですね、ここちょっと福岡工業テンポ上げたいですね。そうですね、ちょっと福岡工業高校傷んでる。大きく外に飛ばしましたがボールが逸れました。あ、先ほどアドバンテージをレフリーが見てたみたいですね。中間に何か反則があったということで、ちょっと選手が痛んでますね。福岡工業高校生徒が痛んでますね。しかしこの試合はもう周遊館高校のベンチからも福岡工業高校のベンチも静かに生徒を信頼して見送って試合をしている様子が伺えて、すごく素晴らしいですね。そうですね、7番のプレイヤーがちょっと柴田君が痛んでるみたいですね。肩ですかね。そうですね、ちょっと肩痛めてますね。そうですね、ちょっとドクターに来てもらってチェックをしてもらってるみたいですね。非常にディフェンスの面でもこの3列のプレイヤーは頑張ってるからですね。そうですね、はい、まあ、ラグビーはアタックしないとトライは取れませんけれども、ディフェンスをしないことにはゲームが成り立ちませんので、はい、中間高校、福岡工業高校の生徒ともにですね、はい、本当にタックル、タックル、タックルというラグビーの醍醐味をですね、はい、両チームの高校生からですね、はい、見させてもらって、すごくこちらも熱い気持ちにですねさせてもらえるし、頑張ろうという気持ちになりますね。そうですね、なんか本当に魂のこもったタックルが両チームともあって、ね、非常にいいゲームになってますね。そうですね、先ほど選手の交代がありましたね、福岡工業の、8番川野くんと代わって、18番の古賀くんが入ってますね。でまた7番の、柴田くんに代わって20番の川原くんが入ってます。はい、11番の佐藤君がナンバー8の位置に入ってます。中村君ですね、失礼しました。福岡工業高校21番中村君がナンバー8に入ってますね。そうですね、福岡工業のナンバー8中村君ですね。さあゴール前チャンスですね。そうですね、ああ面白いタイムプレーしましたけれども、そうですね、週刊高校他の切り返しが早いからですね。そうですね、今スタンドオフとセンターがクロスした後ブラインドウィングが、そうですね、ブラインドウィングが入ってきましたね今。おいいパスでした、大きく飛ばして、そうですね、でここ今福島君ですかね。そうですね、福島君ですね、大きくなりましたね福島君は。でもバックスの選手なんですけど16番のユニフォーム着てますね。そうですね、それぐらい大きいということですね。そうですね、島田君、スタンドオフの島田君がスルスルっと抜けてトライです。後半最初のトライですね。そうですね、
ちょっと周遊間のテンポが速いのでちょっと福岡工業ディフェンスについていけてないような感じですね。そうですね、はい。まあ、福岡工業としてはできるだけ、まあ、球出しを遅らせたいと いうふうにしてるんでしょうけれどもなかなかですねそこはうまくいってないようですね。ゴールキッカーは22番の広瀬くんが務めてるみたいですね。先ほどセンターの位置に入った広瀬くんですね。そうですね。ゴール成功です。成功ですね。広瀬くんも非常に大きいプレイヤーですね。はい、ゴール成功で53対0、周遊館高校のリードです。あ、55対0です。失礼しました。さあ福岡工業高校キックオフから。そうですね、キックオフから、とにかくキックオフからですね。まず1本、この後ディフェンスでしっかり頑張ってトライにつないでですね、とにかく敵陣に居続けたいですね。はい、まあ、周遊間としては自陣からも今ちょっと攻め続けてアタックし続けているような状況ですよね。福岡工業高校がキックをケアして4人今後ろに下がってたのでそこをついてですね、周遊間高校がうまく、はい、今周遊間がボールを前に落としましたね。ノックオンになります。そうですね、はい、点差が少し空きましたので周遊間高校もチャレンジしてきてるんじゃないですかね。そうですね、福岡工業ボールのスクラムになりますけれどもなかなか福岡工業の足が止まってきているような感じですね。そうですね、はい、あ、また一人足がつってるようですね。福岡工業の方は何番ですかね。ちょっと倒れているので背番号が見えないですね。あ、選手の交代ですね。12番ですね。あ、福岡工業12番真由美くんですね。そうですね、25番のですね、ハキーくんが入ります。あ、25番ハキーくんですか。はい、どういったプレーを見せてくれるのか非常に楽しみですね。そうですね、ぜひ残り時間で走り回ってほしいですね。そうですね、あと周遊館高校のメンバーも交代します。11番の木戸くんがですね、25番の島田くんですかね、はい、に変わります。はい、島田くんは2年生のプレイヤーですね。はい、あ、周遊館いいスクラムですね。押してますね。高校生は 1.5 メートルまでというルールがありますんで、まあ、途中でレフリーがストップをかけるんですけどね。ノックオンですね。福岡工業高校のノックオンがありました。先ほどからもですね、セットからのバックスのサインプレーでのノックオンもったいないですね。そうですね。そうですね、あとまたメンバーの交代がありました。周遊館高校の、2番倉掛君と変わりまして、18番根原君ですかね、1年生のプレイヤーですね。根原君1年生ですけど非常に大きい選手ですね。あ、そうですか。まあ、期待の新人です ね。中学校まではですねスクラム組むこともそんなにありませんので、はい、なかなか1年生でこのレベルでのスクラムを組むっていうのは大したもんですね。そうですね。おー、それで押してますね。あー、そうですね、しっかり立ってますよね、周遊館のプレイヤーは。タックルされてる。周遊館の生徒、一人傷んでます。あら、そうですね、周遊館一人傷んでますね。
中間の何番でしょうか。15番細田くんですかね。ああ15番の細田くんですね、はい、どこか打ちましたかね。そうですね、もう残り時間もありませんのでなんとか最後まで頑張れればいいですけど。そうですね、顔を押さえてますね。マジですかね。そうですね、今止血しているような状況ですかね。非常に前半からいいプレーを見せてましたからね。そうですね、はい、非常にいいパスを放ってましたね。そうですね、まあ、島田君がスタンドオフにいないときは細田君がスタンドオフに入ってと。そうですね、いう感じでやってましたね。そこの連携がスムーズに行われてましたので、まあ、日頃の練習からしっかりやってるんだろうと、まあ、真鍋監督の采配ですかね。そうですね、そうですね、今止血交代、周遊間出血による、一時交代で24番の、塩山くんが入ってますね。塩山くんですね、はい、塩山くんがどこに入りますかね。フルバックですかね。一旦福島くんがフルバック入りますかね。そうですね、まあ、先ほどの福岡工業高校の覇気くんも、はい、周遊間高校の塩山くんですね、しっかりウィングフルバックという位置で走り回ってほしいですね。そうですね、まあ、残り時間は少ないんですけれども、そこの中でいいパフォーマンスをですね、そうですね、見せていただきたいですね。あ、クリーンキャッチです。モールです。そうですね、福岡工業はここでいいモールですね。そうですね、あれを回されずに押したいですね、はい、モールで押してトライ1本返したいですね。しっかりいってますね。そうですね、進んでますね。崩れてません。そうですね、レフリーからワンストップかかりました。ワンストップコールですが、そうですね、ツーストップがかかったらボールを出さないといけないというルールになりましたね。ゴール前ですね。そうですね、ここはフォワードにこだわりますかね。もう最後の意地で1本取りたいですね、ここは、はい、ガツガツ当たってほしいですね。そうですね、ディフェンスもしっかり周遊間も意地を出して止めてますね、はいはい、周遊間高校はここのディフェンスが本当に硬いチームなので、そうですね、福岡工業高校もしっかりこじ開けてトライを取ってほしいですね、はい、でこのボールが出てきた時にバックスが先ほどのノックオンをどう取り返すようなプレーをですね出してくれるか、そこを見たいですね。まあ、新しく入ったハキー君と絡めながらトライを取ってほしいですね、はいはい、福岡工業はこだわりますね、ここフォワードに。そうですね、ちょうどゴールポストの下に運んでいってますので。そうですね、じわじわと前に出てます。チャンスです。ここ抜けましたね。トライです。福岡工業高校トライ取りましたね。よかったですね、今非常にフォワードにこだわって。そうですね、はい、福岡工業らしいトライですかね。また周遊間高校も次の試合にしっかりつなげていかないといけない。そうですね、ところが見つかったんじゃないですかね、はい、今はフッカーの平山くんのトライですかね。2番、4番ですね、2番ですね。そうですね、2番の平山くんのトライです。そうですね、はい、で10番の木屋君のゴールキック成功ですかね、はい、福岡工業高校ここから1本またつなげていきたいです ね、 そうですね、この中間のキックオフからもう1回つないでですね、はい、トライに期待したいですね。前で止めたまくね、周遊間は非常にいいですね、ディフェンスが。江口くんですかね。そう
ですね、今も張ってますね、はい、7番の谷口君がディフェンスのですね、やっぱ起点になってますね。ここのブレイクダウンでもですね、非常にターンオーバーしました。中間ボールです。はい、早く出したかったですね。はい、福岡工業は早く出せればですね、今のは良かったんですけど、そうですね、福島くんはまた力強いランしますね。そうですね、中間高校の選手と見たんですね。そうですね、ここ福岡工業は早く球出しをさせたくはないです。そうですね、今いいディフェンスで、はい、プレッシャーかけましたね。今倒れたプレイヤーがボールを離さなかったという反則ですね。ノットリリースザボール。まあ、ああいう風に倒れたプレイヤーがボールを離せないような状況を作り出すということがですね、そうですね、ディフェンスでは重要だというふうに言えますね。はい、周遊間の一時交代の2番の選手と15番の選手そのまま交代するみたいですね。はい、まあ、先ほどプレー戻りますけど、週刊高校の塩山君新しく入りましたけど、いいタックルをしてましたね。はい、そうですね、塩山君倒れませんね。そうですね、あれはさらに前よりパワーアップしたような感じですね。アタックでもですね、このキャプテンの谷口くん非常にいい動きしてますね。惜しいですね。そうですね、今のは前をボール前にボールを投げてしまったというですね。そうですね、見えてますね。そうですね、外側の声かけと内側のプレイヤーがしっかり外を向いていると思います。はい、はい、これでノーサイドです。55対7で周遊館が勝ちました。この試合を振り返って西野さん、両チームの、まあ良かった点と教えてください。ね、前半、まあ、周遊館高校が風上ということもありまして、はい、キック、まあ、そしてディフェンスですね、はい、それからゲームをしっかり自分のペースに持ち込み、いつもの習慣のラグビーを貫いたということですね。そうですね、福岡工業の良かったところはなかったですか？そうですね、はい、福岡工業高校も縦に横にとすごくいい展開をしてたと思いますが、はい、まあ、その1対1のディフェンスの場面でですね、ちょっと習慣高校の方が上手だったというところ、はい、ターンオーバーされたというところですかね。しかし、まあ、後半1本意地の1トライを、はい、取りましたので、はい、まあ、松井監督、大上監督、当然これで終わられる形じゃありませんので、はい、また福岡工業高校もさらにですね、パワーアップしてくることはもう間違いないと思います。そうですね、また花園予選の方に期待したいですね。そうですね、はい、まあ、周遊高校のアタックに目を向けがちですが、やはりディフェンスからしっかりターンオーバーをしてトライを刻んでいったというところですかね。どうしても周遊館高校はタレントに目が行きがちですが、はい、そうじゃない生徒たちがしっかり体を張ってそのボールを前に運んでいるというところがこの周遊館高校の今年のいいところではないでしょうか。そうですね、真鍋イズム、岡本イズムをしっかりと継承しているというふうに思います。はい、はい、これではそれでは、準々決勝、1試合目福岡工業対周遊館高校、55対7で周遊館高校が、勝ちました。それでは、この後12時25分から、筑紫高校対小倉高校の試合が行われます。配信をご覧の皆様は試合の開始まで今しばらくお待ちください。
まもなく準々決勝第2試合目、筑紫高校対小倉高校の試合が開始されます。同じく、実況解説は、吉原と、西野で行います。よろしくお願いします。お願いします。この試合の見どころ注目ポイントは、西野さんどうでしょうか。そうですね、まあ、筑紫高校例年やっぱりフォワード主体のチームですが、はい、フォワードで来るのか、はい、またフォワードを織り交ぜながらのアックスのですね展開、はい、まあ、ニュー筑紫のような形になると思いますが、見てみたいなと思います ね。 そうですね。あと小倉高校の、ウリュー君はフルバックで今日出場しているみたいですが、そうですね、非常に注目選手ですね。そうですね、年生ながらしっかりバックスを、はい、高校のバックスを引っ張ってます。そうですね、今なんかアカデミーの方にも日本代表のですね、はい、年代別のアカデミーの方にも選ばれているようですね。ゲームが始まりました。筑紫高校のキックオフだったんですが、ま、筑紫高校がボールをキープしてますね。ここでショートキックです。あ、小倉高校が取りました。そうですね、今10番の井上君が裏が空いてると思ってショートキックを受けたんですかね。再角度ですね。そうですね、ああいいディフェンスの上がりですね。小倉高校は出足が早いですね。そうですね、はい、あーボールを前に落としましたね。そうですね、筑紫高校がボールを前に落としましたので小倉高校のスクラム、小倉高校ボールのスクラムという形になります。そうですね、ラグビーではこういったボールを前に落とすとか、ボールを前に投げるとか、まあ、簡単な反則に関しては、スクラム、大きな反則、ペナルティのような大きな反則になりますと、そこからのペナルティキックという形になるんですね。そうですね、ボールを前に運んではいけないのに前に進んでいくというのがこのラグビーの面白さじゃないですかね。そうですね、小倉高校はキックですね。あら、また伸びますね、いいキックです。おっと、小倉いいところで止めましたね。そうですね、小倉高校しっかり前に出てますね。そうですね、本当に躊躇せずに前に出てタックルに行ってますね。そうですね、いいで、お互いいい出足ですよね。そうですね、雑誌もですが、しっかりと言ってもらいますね。はい、ですね、はい、お互いですね、いいキッカーがいるからですね。そうですね、マーカス君がそうですね、ここでいいキックをして、また蹴り返、ウリュウ君が蹴り返すような形ですよね。そうですね、ここからどういうふうに展開していきますかね。落としましたね、小倉高校ノックオンですね。あ、そうですね、まあ、果敢にアタックしました。うん、チャレンジしてますので。そうですね、まあ、今のミスは致し方ないというところですかね。チャレンジしないと前に進みませんからね。そうですね、まあ、お互い前半のうちはこういうふうにキックで、まあ、陣地を取っていくと。そうですね、いう流れになりますかね。ちょっと様子を見るんですかね。はい、やっぱり相手の陣地で試合が進めたいっていうのが。そうですね、そうですね、まあ、お互いの気持ち
でありますからね、まあ、両チームとも試合巧者で試合経験も、はい、まあ、コロナ禍でなかなか難しいところはあったとは思いますが、はい、経験もしていると思いますの で、 そ う、 です、ね、そういった中でゲームを進めていくんじゃないですかね、はい、これファーストですかね、ファーストスクラムですね、そうですね、筑紫高校ボールのスクラムですけれども、これはファーストスクラムになりますね。 お互い、そうですね、筑紫高校はやっぱり安定しますね、そうですね、強いです、あ、センターのマーカス君、12番マーカス君が起点になってますね、いいオーバーですね、はい、筑紫高校はしかし大きいですね、いいですね、はい、例年通りですね、しっかりチームを作って体も作ってきてますね、そうですね、小倉高校ターンオーバーですね、そうですね、小倉高校ターンオーバーです、これチャンスです、そうですね、今のちょっと早く展開したかったですね、そうですね、しっかり、あ、ここでウリュウ君ですかね、あ、いいですね、しっかり捕まえましたね、しっかり捕まえましたね、筑紫高校がどうやって脱出するかですね、ここらファイトしてますね、おお、風下ならナイスアッチですね、しっかり出して、そうですね、ただまあ小倉高校のチャンスになるわけですね、はい、小倉高校ボールのラインアウトになりますからね、ここから、そうですね、小倉高校も伝統的にモールが強いですからね、そうですね、ここはモールを作ってきますかね、そうですね、ちょっと距離はありますけれども、あんまりラインアウト並んでないので回してくるんですかね、どうですか、ショートですか、ハーフの位置にエイトが、あ、モールですね、あ、モールですね、まあ、筑紫高校ディフェンスいいですね、そうですね、そうですね、まあ、筑紫高校もしっかり対策を取ってきてるでしょうから、そうですね、モールが崩れましたね、はい、崩したらコラプシングになりますけれども、崩れた場合はそのままのプレーですね、そうですね、あ、うまくプレッシャーをかけてます、あの近場をターンオーバーしましたね、ナイスチャージですね、そうですね、小倉高校、小倉高校の選手に、選手の手にボールが当たったっていう感じですね、今のは、あ、小倉高校のノックですね、筑紫高校ボールスクラムなんですね、はい、ファーストスクラム筑紫高校しっかり押せてましたね、 強かったですね、そうですね、まあ平均体重でいうと前5人でいうとかなり差がありそうですけどね、そうですね、はい、まあ、しかし小倉高校の方もですね、しっかりスクラム、頑張ってるような様子が先ほどは見えましたね、そうですね、まあ、両方とも食トレ、食事のトレーニングとしっかり自覚を持ってやってるんでしょうね、選手がですね、はい、まあ、ご家庭の協力もないとできないことですね、そうですね、まあ、そのあたりはですね、ご家庭のサポートがあってですね、こうやって選手たちがですね、そうですね、ラグビーができているんで、まあ、選手たちもですね、口々に感謝しているっていうことはですね、そうですね、言ってますんでですね、お、小倉を押しましたね、押しましたね、おプレ、いいプレッシャーかけてます、伊藤が持ち出したような形ですかね、そうですね、小倉ここも早いですね、寄りが、はい、おい、いいプレッシャーです、ナイスチャージですが、筑紫高校は取りましたね、2回続けてのチャージですね、ちょっと苦し紛れにのキックになりましたね、そうですね、ここチャンスですよ、リュウ君ですね、そうですね、筑紫高校オーバートップですね、オーバートップですね、倒れ込みですね、そうですね、ボールの前にラックで倒れ込んでしまったという、そうですね、反則ですね、そうですね、基本的にやっぱりあのブレイクダウンでも立ってプレーしなくちゃいけないっていうところを思わず倒れ込んでしまった、そうですね、はい、
それが故意であってもそうでなくても、そうですね、そうなってしまえば反則になる。そうですね、はい、モールですね。ここが2回目、ここいいディフェンス、いいですね、やっぱ、はい、小倉高校もいいキャッチングしてるんですけどね。そうですね、まあ、筑紫がしっかりディフェンスしてますね。そうですね、はい、重くて強いですね。そうですね、小倉高校もそんなにサイズはないんですけど力強いですね。そうですね、寄りが早いですね、はい、一人一人がしっかり戦ってますね。そうですね、ここはフォワードにこだわりますかね。そうですね、逆にこだわっていいんじゃないですかね、はい、両方フォワードの力強さがお互い分かるんじゃないですかね、これでですね。そうですね、ここは意地と意地のぶつかり合いですね。まあ、重たくて強い筑紫高校をどう小倉高校がこじ上げるかですね。そうですね、まあ、もちろん小倉高校はバックスもそうですね準備はしてるんですけど、それでもちょっと短くなってるから今バックスに転換するようなことはないですかね。そうですね、もうバックスもフォワードを信頼して行ってくれっていう気持ちで見てるんじゃないですかね。それだけではダメなんですけれども、そうですね、そこはチームの仲間同士の信頼もあるんじゃないですかね。そうですね、言ってくれるっていう絆ですね、うん、そうですね、まあ、ラグビーの醍醐味ですよね。そうですね、筑紫高校のバックスは守ってくれるっていう強い気持ちですよね。はい、そうですね、お互いがいいアタックといいディフェンスしてますね。そうですね、おっ、あー、これここノコンですね。ノコンがありましたね。筑紫高校が守りましたね。そうですね、筑紫高校いいディフェンスしました。筑紫高校も花園での経験というのも大きいんじゃないですかね、やはりですね。そうですね、前回大会100回記念大会はですね、筑紫高校が出場してますからね。そうですね、ここでは筑紫高校の粘り勝ちっていうところですかね。そうですね、まあ、だけど小倉も筑紫高校ボールですけどチャンスなので。そうですね、まだまだチャンスは続いてますね。相手ボールですけどチャンスであると思いますね、はいはい、あ、ノータッチですね。ノータッチ、あ、タッチ出ましたね。旗上がってます。まあ、ナイスタッチですね。そうですね、また先ほどと同じようなところですね、小倉高校ですね、はいはい、小倉高校ボールのラインアウトです。また同じような地点での3回目のラインアウトですね。そうですね、そうですね、ここではまたモールにこだわっていきますかね。ハーフの位置にフォワードの選手が入ってますので。そうですね、筑紫高校も競ってきてませんので、はい、モール前提でディフェンスに備えてますね。そうですね、まあ、こういうところではキャプテンの吉田君が起点になっていくんですかね。そうですね、小倉高校のバックスの選手も入ってますね。コラプシングですね。そうですね、今ボールを故意に崩したという反則でアドバンテージを小倉高校もらってますね。ボールを故意に崩してしまうと反則ということですね。そうですね、小倉高校2人目3人目の寄りの選手早いですね。そうですね、先ほどのアドバンテージですね、ペナルティが適用されますね。ここでそうですね、まあ、こういうところで、まあ、モールの反則を誘うっていうのもですね、そうですね、一つの戦術ですよね。そうですね、はい、まあ、筑紫高校側もですね、
崩すつもりはなかったと思うんですけれども、そうですね、そういうふうに一連の動作の中でなってしまったということですね。そうですね、まあ、ここは筑紫高校辛抱しないといけないですね。そうですね、また競らないでしょうね、はい、しっかり頭を打ち込んでくると思います、はい、いいモールですね。そうですね、崩れましたね。そうですね、今のは崩れたという判定ですよね。筑紫高校もディフェンスしぶといですね、バリ強いですね。そうですね、まあ、試合巧者ですね。あ、今モールの状態でボールに噛んでますね。筑紫高校が絡んで、そうですね、いいディフェンスでしたね。そうですね、今は筑紫高校のいいディフェンスでしたね。そうですね、ああいう風に立った状態でボールが出なければディフェンスした側のボールのスクラムということですね。筑紫高校もですね、本当ペナルティせずディフェンスラインのペナルティのしっかりディフェンスしてますね。そうですね、まあ、ああいうディフェンスをわざと、してボールを出させないようにすると、そしてマイボールに、マイボールとして獲得するというのが、まあ、いわゆるディフェンスの技術でもありますよね。そうですね、はい、まあ、筑紫高校はこのエリアから何とか脱出したいところですね。そうですね、おー、いいキックですね。またおー、ナイスタッチですね。そうですね、この12番マーカツ君のこういうロンキックがあるからですね。そうですね、大きいですね、はい、まあ、どうしても風下なので筑紫高校はなかなか自陣から抜けられないような状況があるんですけど、そうですね、はい、まあ、前半のうちに小倉高校は1本取りたいですよね。そうですね、もう前半も15分経過して半分になってますので。そうですね、今ウォーターブレイクになりましたね。まあ、こういった暑い状況では、15分に1回水を給水の時間をですね取るっていう。そうですね、まあ、これはレフリーの判断ですね。そうですね、トライもペナルティーキックもなかったので、15分間全く水を入れずにやってたということですね。そうですね、まあ、気温も非常に高いので、そうですね、まあ、選手としてはですね、先ほどの試合でも足がつったりとですね、そういう状況が起こりますので、はいはい、まあ、その中でも本当集中力切らさずに本当頑張ってますね。そうですね、小倉高校のラインアウト、小倉高校確保はしてます。そうですね、誰ですかね、いいボールキャリーですね。そうですね、しっかり前に出てますね。そうですね、このウリュウ君がですねキープレイヤーですので、はい、そこをしっかり筑紫は止めたいですね。そうですね、小倉高校の生徒も強いですね。そうですね、あ、筑紫高校取りましたね。あ、取り返しましたね。早かったですね、今のよりは。センター13番ですね、そして小倉高校がペナルティーですね。そうですね、今筑紫高校がボールを取ったんですけれども、そこでその後に小倉高校がオフサイドの反則でしたね。今のは斜めからボールに入った、横からボールに入ったってところですね。いいディフェンスですね、はい、どんどんアタックは最初だけしかしませんけども、ね、しっかりしぶとく粘り強くディフェンスをして敵陣まで持ってきましたね。そうですね、筑紫高校はキャプテンの柿森君がラインアウト、スローアウトします。スリーメンでやってますね、筑紫高校は。3人のラインアウト、ショートラインアウトです。これはそれました。小倉高校キープです。筑紫高校は誰もライブダウン入ってません。そうですね、15人でディフェンスしますね、はい、筑紫高ターンオーバーですね。あ、そうですね、いい判断でしたね。今よく見てましたね、はい、ボールが横からポロッと出てきたっていう状況ですね。お、いいディフェンスです。あ、また取り返しましたね、筑紫は。トライですね。
いいディフェンスからのトライでしたね。福士高校はやっと敵陣に来て1本。そうですね。このターンオーバーからのトライっていうのはやっぱり大きいですね。筑紫高校にとっては非常に自信になりますよね。そうですね。本当あれだけしのいだからですね。はい。13番の選手ですかね。先ほどボールを取り返した選手ですかね。そうですかね。そうですね、ボール成功ですね。今のは筑紫高校の坂根くんですかね。はい、まあ、その前のボールを取り返した素早いプレーもあったからですね。そうですね。みんながアンテナ張り巡らせてしっかり動いてますね。そうですね。いいタッチキックでしたね。ただ下からこれだけ陣地を稼げればフォワードはありがたいですね。そうですね。ハーフウェイですね。はい。小倉高校はフッカーの高野くんからラインアウト。そうですね。ちょっと連携ミスが起きましたね。今。筑紫高校ボールのスクラムなんですね。そうですね。今ちょっとスクラムハーフにボールを渡すところでちょっとあんまりボールがですね綺麗に渡せなかったですね。そうですね、ここでこうやってスクラムの最中にですねコミュニケーションを取るっていうのは非常にいいことですね。お互いがナイお、筑紫がちょっといいキープですね。そうですね。そうですね、今ブラインドサイドから入ってきましたね、選手が11番ですかね。そうですね。早いですね。そうですね、いい展開です。スミスは起きましたがしっかりキープしてます。そうですね。あ、いいオフロードですね。あ、取り返しましたね。ターンオーバーです。しっかり入ってますね。そうですね、先ほどの一連のプレーの中でノックオンがありましたね。筑紫のノックオンがありましたので、小倉高校のスクラムですね。先ほど、11番のブラインドプレイヤーですかね、11番の大石くんが1年生ですね、はい、受けたんですけれども、その後の展開がまた良かったですね。早かったですね。そうですね。福士高校はああいう風にバックスがゲインして、フォワードが、仕留めるとか、そういう風にしたいですかね。そうですね、はい、ゴール前行ったらフォワードを縦に出せるんじゃないですかね。そうですね。そうですね。小倉高校よく耐えてますね、スクラム。そうですね。はい、よく前に出ました。ここから低い弾道のキックで筑紫も前に出ます。お、いいタックルです。よく筑紫高校の
何番ですかね。11番の1年生ですね。これ大石君ですかね。よく走りましたね。よくディフェンスしましたね。フルバック処理した後、菊池高校のセンターもよく戻ってきていましたね。はい、上からオフサイドにならないようにしっかりディフェンスしましたね。そうですね。まあ、このキックした後のチェイスというのが結構重要でですね。逆に小倉高校のディフェンスを、はい、どうしようか考えてみたいと思いますね。そうですね。ここ筑紫高校ボールのスクラムなんですけれども、非常にチャンスですね。そうですね、はい、センターでポイント作るか、エイトが1回最後行ってポイント作るか、そういったプレーが、そうですね、はい、エイトは行きません。ナンバーエイト、王子くんですか。大ですね、はい、そうですね、そのままトライになりました。ナンバー8の王子くんのトライですね。はい、キッカーは15番の久保田くんがやってるようですね。現在10対0。そうですね、現在12対0。ゴールキッカー決まりまして14対0です。で、筑紫高校リードです。そうですね、今のところ筑紫高校が敵陣に入ったらワンチャンスでトライを取ってるという感じですね。これは高校風上なので、はい、うまく敵陣に行ってスコアしたいですね。そうですね。まあ、筑紫高校としては理想的な展開ですね。そうですね、敵陣に行ったらトライを取って帰る。そうですね、しのいでしのいで。そうですね。またいいタッチキックですね。ナイスタッチですね。筑紫高校は風下なんですけど、うまくキックでしのいでますよね。そうですね。まあ、やっぱり試合巧者というか、そうですね、そういう試合運びに非常に慣れてるような感じはありますね。誰がどう動くかっていうのを分かってますね。そうですね。ショートラインアウトですね。4人でラインアウト組んでます。バックスです。で、ここにインパクトプレイヤーナンバー8ですかね、キャプテン吉田君ですかね。ストライク、そうですね、そうですね、もう一回ポイントですね、はい、ショートラインアウトで、そしてまた吉田くんがもらえる位置にあります。そうですね、筑紫高校がターンオーバーしましたね。そうですね、筑紫高校ターンオーバーです。で、ここからディフェンスで、そうですね、小倉高校としては非常に厳しいですね、今のは。そうですね、今ユウ君がポイントに入っているので、はい、できましたね。そうですね、ユウ君が蹴れる位置まで。そうですね、もう一回リスタートでっていう感じですね。ちょっと右奥が空いてたんですけどね。そうですね、ですね。そうですね、今小倉高校のノックオンでアドバンテージを筑紫高校もらってますね。そうですね、そうですね、ここでもう筑紫高校に入りました。惜しかったですね。そうですね、お互いがノックオンをしたので、そうですね、筑紫高校がノックオンした後に小倉高校がノックオンしたですね、ということで小倉高校のスクラムですね。前半のうちに小倉高校は敵陣に入ってちょっと1本返したいですね。そうですね、前半も数が少ないので。そうですね、
福士高校いいディフェンスします。そうですね、結構裏のスペースが空いてるんですけどね、これはもう蹴らないですね。しっかり継続をしてトライを。そうですね。ですね、サポートプレイヤーがいないですね。そうですね。11番の松本くんですかね。受けたんですけれども、ちょっと孤立してたような感じがありますね。本当にリリースボールですね。そうですね。少し小倉高校のプレイヤーが孤立してしまっているような状況がありますね。なかったですね。そうですね。せっかくゲインしたんですけどね。と筑紫高校の選手が11番ですかね。そうですね、11番の選手が。痛んでるようですけど、どうですかね、試合そのまま続行しますか、一回止めますね。そうですね、ちょっとさっきから様子がおかしかった、様子がおかしかったんですけどね、ドクターが来ます。11番大石くんですか。そうですね、1年生ですけど。外に出るみたいですね。頭ですかね。そうですね、頭を打ったみたいなので、ドクターのチェックをしてからまた入るか、選手交代かというところですね。そうですね、大事に至らなかったらいいですけど。あ、別の選手が入りますね。サイド攻めました。前でディフェンスしますね。しっかりとモールをまず止めました。そうですね、ボールを止めた後、筑紫高校はアタックしているんですけど、なかなか前に出れないですね。そうですね、非常にいいディフェンスを小倉高校してます。ボールを繰り返したいですね。そうですね、そうですね、いろんな方向に筑紫高校はアタック仕掛けてるんですけど、なかなか前に出れないですね。あー、ターンオーバーしましたね。今筑紫高校が前にボールを落としましたので、ノックオンで前半終了です。ハーフタイムです。
筑紫高校対小倉高校の前半が終了しました。現在14対0で、筑紫高校のリードです。ここまで筑紫高校対小倉高校の前半をお伝えしました。それでは後半の開始まで今しばらくお待ちください。
準々決勝2試合目、筑紫高校対小倉高校、後半がスタートしました。小倉高校のキックから始まる。そうですね。これはランプレーがないですね、もうキックで。そうですね、はい。まあ、後半の出だしもですね、やっぱキックでお互いがですね、陣地を取りたいっていう感じですね。そうですね、非常に伸びるスクリューキックで、はい。後ろの生徒も倒れませんね。そうですね。まあ、ああやってファーストタックルで倒れないっていうのは非常にラグビーにおいて重要なことで。そうですね、味方も助かりますね。そうですね、特に後ろに下げられたシーンでああいうふうに立ってプレーしてくれるっていうのは非常に助かりますよね。そうですね。そうですね、後半は筑紫高校が風上になりますんで、やはりこうやってキックでですね、陣地取っていきたいですね。そうですね、はい。先ほど、11番、筑紫高校の11番、がですね、メディカルチェックを受けてましたけれども交代ですね、11番から、24番ですね、内田君に交代しますね。11番大石君から内田君。でもう一人後半から入れ替えがありますね、4番の吉田くんからですね、17番の林くんですね。そうですね、ああいいキックですね。またそうですね、このウリュウ君を筑紫高校はやっぱりしっかり止めたいですね。小倉高校のフォワードもですね、こういう少しずつですね、強く前に出てますね。はい、非常に動きはいいですね。いいですね、今。そうですね、ちょっと抜けたシーンでサポートがない。あ、またターンオーバーされましたね。ちょっともったいないですよね、小倉高校は。この切り返しも筑紫高校早いですね、やっぱ。はい、そうですね、この裏が空いてることを十分分かってるからですね、あそこにキックができるっていうですね。そうですね、はい。ターンオーバーした後はどうしてもですね、後ろのスペースが空くので、こういうふうにキックで陣地を取るっていうのはセオリーですよね。そうですね、しっかり見てますね、はい。今小倉高校もいい攻めをしてたんですけどね。そうですね、惜しかったですね、ゴール前まで行ったからですね、はい。まあ、前半にもありましたけど、ああいうふうに一人のプレイヤーがツッと抜けた後のサポートがですね、そうですね、少し遅れてるようなシーンがありますね。そうですね。今どうしてましたかね。今一旦プレーが止まってましたね。そうですね、はい。あ、小倉高校今ラインアウトの1番の子にボール投げましたね。
前でプレッシャーかけたいですね。そうですね、はい、しっかり僕らも止めましたけど筑紫高校も帰ってますね。そうですね、あ、今筑紫高校がボールを前に落としました。そうですね、ノックオンですね。クラムで小倉ボールになります。はい、まあ、チャンスですね。どういった攻め方もできますね。そうですね、ここ中央のちょうどグラウンドの中央なので両サイドに攻めれるっていう感じですかね。そうですね、どんなオプションで攻めてくるか楽しみですね。基本ズームのこういうスクラムとかで、そうですね、ナンバー8が行きました。あ、ちょっとボールを前に落としたみたいですけれども、あ、そうですね、アドバンテージが出ました。そうですね、アドバンテージは切れましたね。よく見てましたね、内側が空いてるの。はい、センターですね、センターが詰まりましたね。そうですね、今7番の弘崎くんからセンターですかね。センターですね、13番ですね。13番の、坂根くんですかね。先ほどトライした選手じゃないですかね。いいサポート、いいサポートですね。いいサポートですね、はい、見えてますね、はい、やっぱいいタイミングで弘崎くんもボールを離しましたね。うん、そうですね、はい、まあ、前を見て空いたスペースをしっかりまずつきましたね。そうですね、ゴールキック成功で21対0、筑紫高校のリードです。そうですね、ゴールキックは15番の、久保田君ですね、1年生が蹴ってるみたいですね。小倉高校はここで1本返したいですね。そうですね、なんとか、はい、ゴール前までは迫ってますので。そうですね、もう少しのところですね、はい、しかしやっぱり筑紫高校はターンオーバーからのトライというのが結構ですね。そうですね、生まれてますね、集中力ありますね、はい、おー、ゴール前からハイパント蹴ってきましたね。非常に高いです。あー、ちょっとキックの処理のところでボールを前に落としてしまいましたかね。そうですね、小倉高校は非常に面白いところでスクラムもらいましたね。そうですね、まあ、筑紫高校は体の大きさが注目されがちですけれども、はい、今年 NTT ドコモレッドハリケーンズを引退した畑一平というスクラムハーブだった選手、はい、国体にも選ばれてましたが、明治でもレギュラーで出てきた、はい、まあ、そういう体の大きさを言い訳にしない、はい、なんかそういうやっぱり熱いですね、やっぱ伝統、はい、そういったものがしっかり流れてますね。そうですね、まあ、木戸先生時代からずっと継承されてきているものですかね。畑選手160センチないぐらいですけれども、はい、やっぱりですね、社会人で2メーター近い選手にも臆せずタックルに頭からいって、そうですね、すごく、うん、勉強になる選手でしたね。はいはい、ですね、今小倉高校がまたナンバー8のサイドアタックからですね、でもう一人フォワードを入れた後、まあ、ここからですね、うまくバックスに早く展開したいんですけど、ちょっとですね、連携がですね、フォワードで前に思ったように出れないですね、はい、まあ、それだけ筑紫高校のディフェンスがですね、いいということですかね。芯で当たってますね、しっかり、はい、
あとはやっぱり2人でしっかりディフェンスに行けてるっていうところですね。ダブルタックルができてる。であとこのブレイクダウンでも非常にプレッシャーかけてますよね。そうですね。筑紫高校は寝てるプレイヤーが少ないですね。そうですね、はい、なかなか来ませんね。またいいタックルですね。この小倉高校の12番の坂口くんですかね、非常に強いですね。そうですね、徐々に前には出てるんですけど、なかなかですね、このまましっかりボールをキープし続けてトライまで持っていきたいですね。そうですね、やっぱ筑紫の生徒のタックルがやっぱり重たいですね。そうですね、サイダーダックです。なんとかかけるチャンスですね。そうですね、今ノーハーフの状態ですね。今小倉余ってるところでちょっと展開したかったですけど、ハーフがいなかったからですね。フォワードで刻んでいくんですかね。そうですね。あっとボールがこぼれましたね、また。ああ非常にいいディフェンスをしましたね、筑紫が。ね、音が伝わってくるようなタックルディフェンスしてますね。そうですね、気持ちが非常に入ってますね。バーンと出てガーンとドーンといきますね。そうですね、まあその表現が正しいでしょうね。ね、ここで、まあ、敵陣にいる間に小倉高校は1本取りたいですね。そうですね、まだ敵陣チャンス。そうですね、十分チャンスですから、す、ね、はい、ここをしっかり止めて、でまたキックで前に出ますね。そうですね、リュウ君フィールディング本当にいいですね。そうですね、そうですね、風はもううまく利用してですね、筑紫高校は挽回してます ね、うん、ですね、しっかり敵陣に入ってきましたね、はい、あ、1回ウォーターブレイクが入りますね。あ、少し点差空いてますけど、すごく締まってゲームですね。そうですね、まあ、こういった、まあ、締まったゲーム展開になってるのも、まあ、お互いのディフェンスの良さっていうところですかね。そうですね、本当に臆せず前に出て体を当てて。そうですね、まあ、こういったコロナの状況でなかなかですね、お互い練習ができない状況ではあると思うんですけれども、そういった締まったディフェンスをですね、そうですね、しっかりやってくれてますね。バチッバチッという鈍い音が本当聞こえてきますね。そうですね、あ、いいラインアウトですね。僕ら高校ボールキープです。で1回ゲインし、おっと前に出ましたね。あっと、ボールをそらしましたね。そうですね、ちょっとボールは手につかなかったですかね。あ、惜しかったですね、いいゲインだったんですけど。ナンバー8の吉田君ですね、キャプテンの吉田君ですね。吉田君の次にもう一人こうゲインできる選手がですね、そうですね、いればですね、また面白いんですけどね、はいはい。まあ、どうしても抜けた後にですね、その後のサポートはっていうところがですね、はいはい、まさに小倉高校の後進という表現がぴったりの選手じゃないですかね。そうですね、まあ、部の掲げている方針ですかね、方針とかキャッチフレーズというか。そうですね、はい、おっと非常に前に出ますね。何バイトですかね。
いいアタックですね。いいゲインですね。ちゃんとサポートいますね。そうですね。今何がありましたかね。ノックオンですか。そうですかね。筑紫高校にノックオン、ボールを前に落とした反則があったんですかね。そうですね。はい。小倉高校ボールのスクラムですね。はい。残り15分ですね、後半も。そうですね。なんとか小倉高校。そうですね、ここで、はい、ワントライ返してさらにと行きたいところですね。そうですね。そうですね、少し陣地を挽回しましたね、小倉高校は。小倉高校の入れ替えがあるみたいです。7番ですね、中島くんと交代しまして、16番豊田くんが入っているみたいです。そうですね、非常にセットプレーも安定してますね。いい世代の、はい、そうですね、ここのディフェンスですね。はい、わ、強いですね。マーカーつくんですかね。おっと、あ、フラッグインですね。アシスタントレスリーからフラッグインですね。足を上げちゃいましたかね。ペナルティですね。そうですね、ちょっとレフリー止めますね。足を上げて頭からちょっと落ちてしまいましたね、はい、今ちょっと新瓶が出ましたね。小倉高校、はい、ハーフスクラムハーフ新瓶ですね。一時退場ですね。7分間の一時退場ですね。ちょっとディフェンスの時に足を上げてしまったような感じですね。頭から落ちてしまいましたね、はい。9番の坂田くんですかね。あ、違いますね、住吉くんですかね。住吉くんが、ね、新瓶で一時退場ということですね。中止高校のメンバーが使いましたね。そうですね、中止高校スタンドオフが変わりますね。はい、10番井上くんと変わりまして、22番の山口くんが入りますね。はい、高校、ここはやっぱモールですかね。そうですね、まあ、筑紫高校の一つの強みでもあるフォワードを生かすという戦術ですよね。そうですね、まあ、戻れるところがあるっていうのはやっぱ強いですね。頼るべきところがあるっていうのはですね。そうですね、困った時にここを使うと。そうですね、得点が欲しい時にここを使うと。そうですね、まあ、相手もなかなか分かっていても止められないというところですね。そうですね、わあ、非常にいいモール組んでますね。進んでますね。入りましたね。はい、トライです。そうですね、非常にいいモールを組みましたね。そうですね、はい、今のトライで26対0で、筑紫高校のリードです。このゴールが入りますと28対0ということになります。今何番がボールを抑えましたかね。秋森くんですかね、フッカーの。ですかね、まあ、大体ラインアウトの最後尾にはフッカーが、スローワーがつくんですけど、まあ、おそらく柿森くんのグランディングじゃないかと思います。非常にキャプテンとしてチームを引っ張ってくれていると、長木監督からも信頼の高いですね、キャプテンであるというふうに聞いてますね。小倉高校のキャプテンにしっかり、はい、一番体を張る。そうです、頭をねじ込む。そうですね、嫌な仕事を やれるっていうのがキャプテンですね。そうですね、
ゴールも成功です。28対0で筑紫高校のリードです。そうですね、1年生の久保田君ですけど非常に安定してますね。小倉高校いいディフェンスでしたね今、はい、そうですね、ボールを前に投げてしまいましたね。スローフォワードで小倉高校ボールのスクラムです。そうですね、今ハーフ、小倉高校のハーフの位置に14番が入ってますね。橋本くんが代わりにスクラムハーフを務めているような状況ですね。そうですね、やっぱりゲームコントローラー、まあ、ハーフがいないとですね、なかなかゲームが進められないというのはありますので、どうしてもですね。ですね、ここは小倉高校フォワードにフォワードでいきますかね。そうですね、1枚足りないからですね。そうですね、今スクラムハーフがシンビンで抜けているような状況なので1人少ない14対15で戦っている状況ですね。お互い非常にいいファイトしてますね。小倉高校も低く前に出て筑紫もですね、そこにしっかり応戦して、まあ、徐々にですけれども前には出てますね。そうですね、ちょっと高かったですかね今のは。ターンオーバーです。そうですね、外が待ってますから。そうですね、14番の選手がスクラムハーフに入ってたからですね、はい、外側のディフェンスが1枚いない状況なので。そうですね、ここは見逃さないですね。そうですね、早いですね。またこのプレイヤー何番ですかね。今のはノックオンではないですね。はい、そうですね、まだ筑紫高校ボールキープしてます。しっかりサポートしてましたね。はい、12番のマーカス君のトライです。今非常に良かったですね、左サイドでキックの判断ですね。それを追いかけて、そうですね、まあ、ボールをキープし続けてということですね。サポートプレイヤーもいいところにいたし、キッカーもいいところに転がしたというところですね。そうですね、日頃の練習のなせる技ですね、うん、その攻守の切り替えの部分ですよね。そうですね、外側にしっかりボール運びましたね。はい、やっぱりターンオーバーした後は外側のサイドがですね、そうですね、空いたり裏のサイド、裏が空いたりするので、うん、そういうところをうまく利用してますね。そうですね、筑紫高校は。ゴールキック成功で35対0です。久保田君のゴールキックは成功しています。そうですね、ちょっと小倉高校頑張ってほしいですね。ここそうですね、1本とにかく1本ですね。そうですね、まあ、今一時退場してますけれども、その仲間の分まで
走ってほしいですね。そうですね。まあそういう思いというのはラグビーの中では重要ですからね。そうですね。はい。いくら14人でもその悔しい仲間のためにですね。そうですね。はい。頑張ってほしいですね。筑紫高校入れ替えがありますね。3番のですね、永田くんですかね。はい。永田くんが、出まして、松下くんが入りますね。18番松下くん。14番の橋本くんがアウトで、25番の何の方ですかね。今筑紫高校にノックオンがありましたね。そうですね、先ほどの入れ替え14番の橋本くんアウトで25番の凪野くんですね。そうですね。あ、今小倉高校の新兵のプレイヤーが戻りましたね。そうですね、またここから15対15で。そうですね、はい、もう起きてしまったことはしょうがないので、そうですね、プレーでしっかりですね返しをしてますね。そうですね、ここ取りたいですね。こちらでも攻める本当単数ですね、はい、まずスクラムですね。新しく変わった3番の松下くんがどういうスクラムを見せるかですね。そうですね、またキャプテンの小倉高校のキャプテンの突破から始まるんですかね。そうですね、吉田くんがボールを運んでという流れですかね。なかなかスクラムの呼吸が合いませんね。このスクラムを組む前からの駆け引きというのがお互いありますからね、はい、あ、小倉高校ボールキープしてます。そうですね、バックス行きますね。両方がここで絡めてくるんですね。そうですね、非常に一人一人はいいですね、小倉高校も、はい、小倉高校痛んでますね。お腹に入りましたかね。大丈夫ですね、プレー戻りました。そうですね、筑紫高校入れ替えが出てますね。2番キャプテンの柿森くんと代わって、16番林くんが入ってますね。2年生のプレイヤーです。で13番の坂根くんと代わって、23番の白川くんが入ってますね。3年生です。今ウリュウ君は一時的に外に出てたんですかね。そうですね、いなかったですね。はい、ワンプレー様子を見たんですかね。そうですね、まあ、ラグビーの場合はですね、非常に危険を伴うスポーツですので、まあ、そういうふうに細かなですねチェックをしたりとかいうのがあったりするからですね。ああ、
そうですね、セットプレーは非常に安定してますね。おお、いいですね、いいですね、そうですね、お前に出てますね。あー取りましたね。福士高校がまた取り返しました。そうですね、いいパスですね。非常にいいロングパスをしましたね今。今何番ですかね、トライしたのは。筑紫24番ですね、内田くんのトライですね、内田くんのトライみたいです。でその前のですね、いい飛ばしパスがですね、良かったですね。そうですね、よく見えてましたね。はい、今外からコールがあったっていうのもあると思いますけど。そうですね、まあ、このトライで40対0で筑紫のリードです。でゴールが決まると42対0となります。ゴール成功で42対0で筑紫がリードします。ああいう一人一人の判断というところですね。そうですね、非常に光るものがありますね。いいタックルです。そうですね、小倉高校も必死に行こうとしてますね。そうですね、ここで止めたいですね。ファイトしますね。そうですね、そうですね、アドバンテージがあったみたいですね。先ほどのラックの中でノットロールアウェイの反則があってますね。そうですね、筑紫高校行きます。筑紫高校ここでクイックスタートですね。チャージです。そうですね、ここを少しでもやっぱ前に行きたいんですけどね。そうですね、筑紫高校取りましたね。そうですね、筑紫高校が取ったんですけれども、そこにボールに小倉高校が絡みに行きましたね。そうですね、ジャッカルに行って相手のノットリリースのボールを誘ったということですね。まあ、倒れた筑紫高校の倒れたプレイヤーがボールを離せなかった、離さなかったという反則ですね。セービングだったんですけどね。そうですね、そうですね、ここからワントライ欲しいですね。はい、そうですね、モールですね。おっと、モールを作らせませんでしたね、今。福士高校もいいディフェンスをしますね。そうですね。ま
た取りましたね筑紫高校は。結構こういうターンオーバーのシーンが多いですね。ここでノーサイドです。準々決勝第2試合目筑紫高校対小倉高校の試合が終了しました。42対0で筑紫高校が勝利です。この試合を振り返って各チームの良かった点とか西野さん何かありますか？そうですね、筑紫高校さんは、フォワードも強いのは当然なんですが、やっぱりしっかりこうバックス、フォワード一体となってですね、サポートに全員の生徒が反応して、トライにつなげましたね。はい、小倉高校はやはり最初の3回連続のペナルティのチャンスのところで取れなかったのがちょっと痛かったかなというところですね。はい、そうですね、出足のところですね。そうですね、はい、お互いやっぱ近場しっかり体当てて、はい、すごくいいプレーが見られたんじゃないかなと。まさにガンガン音が聞こえてきてましたね。はい、そうですね、非常にお互いディフェンスの、いいですね、締まったゲームでしたね。そうですね、はい、本日は福岡工業対周遊館高校、筑紫高校対小倉高校の配信を2試合お届けしました。次回準決勝は5月29日土曜日に行われます。本日同様にご覧のチャンネル福岡スポーツでライブ配信を予定しておりますので、皆様ぜひご覧ください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。